ミニチュアシベリアンハスキーは、アメリカ合衆国原産の愛岩用犬種である。日本でも、人気の高いシベリアンハスキーの小型番犬種である。アラスカンマラミュートの小型番犬種である、同国原産のアラスカンクリーカイトは親戚にあたる。小さく飼育のしやすい、シベリアンハスキーを作り出すため、それにスキッパーキーや、ジャーマンスピッツなどを交配させ、ハスキーの姿を損なわないように、 小型化したものである。1990年代にユナイテッドケネルクラブに公認されたばかりの新しい犬種で、まだフシー等には公認されていない。なお、日本でも数頭数十頭飼育されているとみられているが、フシー公認犬種ではないため、年間国内登録等数は記録されておらず、現在日本に何東のミニチュアシベリアンハスキーが存在しているかはよくわかっていない。 ネット上でもあまり聖剣の写真を見ることができないが、その姿はシベリアンハスキーとほぼ同じである。立ち耳、ふさふさした巻きおでコートは厚く、毛色も基本的にシベリアンハスキーと一緒である。マーキングも同じで熊取りのような独特の模様である。ミニチュアシベリアンハスキーは体高30から38センチメートル、体重7から8キログラムの小型犬サイズで、 フルサイズのシベリアンハスキーよりもかなり小さい。性格は楽天的で遊ぶことが大好きで活発で、遠吠えすることも好む。シベリアンハスキーと同じく白内障、緑内障、角膜ジストロフィーにかかりやすい傾向にあるが、寿命は13から15年と長い。英語版記事。ありがとうございます。